こんにちは。囲碁が大好きなカラステイクのクーロンです。今回の盤上ヒストリーは西暦1600年頃から約30年間一世本因坊三佐とそれに続く中村道石の時代に打たれ変化していった定石を一つ紹介したいと思います。ご覧の定石はご存知の方も多いと思います。この形は1600年頃にはすでに打たれていた形なのです。高目に対して小目にかかり、または小目の一見高かかりに手抜き、外付けした時に現れる形です。この定石は最近あまり見かけなくなりましたが、一時はよく打たれていました。この定石に至るまでの変遷を見ていきましょう。まず三叉の碁に初めに見られたのはこの形です。これは白のコスミに対し黒が受けると白に伸びられて白よしということなのでしょう。次に現れたのが白のコスミに受けずにこちらを抑える手が打たれるようになります。そうすると黒の厚み白の実利という分かれになり、しばらくこの形が見られますが、これでは黒の方が良いということになったのか、今度は白がこすまず単に伸びる手が打たれるようになります。この図はご存知の方も多いのではないでしょうか。さらにもっと何か良い手はないかということで、この図のように伸びるのではなく跳ねる手が打たれるようになります。しかしこの定石は同石の頃にはよく見かけるのですが、1600年代中頃の伊勢本因坊三越の頃には見かけなくなります。1670年頃三世本因坊道悦二世安井三智の頃に少し打たれたようですが、 3,40 年間見かけることはなくなります。そして1680年頃から四世本因坊道作とその弟子たちの間で再び多く打たれるようになっていきます。ところがそれ以降この定石は再び見られなくなり、昭和になり復活してくるのです。それに関しては外付けより内付けが主流になったり、先の話ですが賭けの手が打たれるようになったということが理由かもしれません。この定石に関しては時代が進むにつれて変化していったのではなく、三叉同石の時代ですでに変化しています。この時代でもいかに研究がなされ進歩していったのかがわかります。三叉の気力は現代のトップ棋士には遠く及ばないと言われていた頃もありましたが、現代では多くの書籍や AI などがあり、先人たちの研究の積み重ねがあります。三叉の時代にはそれがなく、一手一手を自分で考え出しているのです。それが現代の手の出発点になっています。三叉の時代から現代のように豊富に研究材料があれば、三叉はどのようになっていたのでしょう。